皆さんこんにちは。現在第2レースは239話をもって初代準決勝聖堂対三高戦の終盤戦が完結。そのため240話からは終盤戦に突入します。そこで今回の動画は240話から終盤戦に突入するということで、この聖堂対三高戦序盤から中盤戦まではどんな試合展開だったのか、各チームのピッチャーはどんなピッチングをしていたのか、誰がヒットを打っているのか、240話から始まる終盤戦は誰がキーマンになるのか予想、以上のポイントを押さえながら240話直前特集を動画にしていこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。239話をもって終盤戦が完結した夏代準決勝聖堂対三高戦。この聖堂対三高戦、序盤から中盤戦まではどんな試合展開になっているのか、各チーム誰が先発でどんなピッチングをしているのか、また各チーム誰がヒットを打っているのか、この試合先行である三高から順に詳細を確認していきます。三高はこの聖堂戦、先発の方は三高の絶対的エース天久。まっすぐ、スライダー、カーブ、スライダー、フォーク、こちらの球種を使う右の本格派となっています。天久は239で終了時点で6回を投げ、被安打5本、フォアボール1個、奪三振6個、約毎イニング聖堂バッターにヒット許していますが、後続の方は先ほど話した球種を使い得点阻止。特に今大会から覚えたスライ、このボールを有効活用、右バッターに対してはアウトコース、左バッターに対してはインコース、まっすぐと見極めができないぐらいキレのあるボールとなっています。三高バッターはこの聖堂戦、聖堂先発の沢村の前に1番千丸は 3-0、 2番森も 3-0、 3番宮川は 3-1、 1エラー、4番星田は 3-1、 5番佐々木は 1-1、 1ギダ、6番安達は 2-0、 7番高見も 2-0、 8番天久も 2-0、 9番宮本も 2-0。 このように3、4、5番クリーンナップのみヒットを打っています。3番宮川は3打席目でセンター前、5番星田は1打席目でツーベースヒット、5番佐々木は2打席目でレフト前ヒット。三高バッターはこの試合、聖堂沢村のナンバー9に苦戦し、差し込まれながら基本内野ゴロで終わっています。ちなみに5回表から三高バッターは全員右方向に打っていた。そのため三高バッターはかなり引きつけて球筋を見ていると聖堂キャッチャー三幸は持っていました。また5回の裏、聖堂の攻撃時、内田とは逆に内寄りのボールを積極的に狙っていた。このことから三高は外寄りのボールを引きつけて狙っていることがわかります。なぜ三高はこの作戦を取っているのか。三高はこの聖堂戦、6回目で終了時点で聖堂沢村のナンバー9に苦戦。三高戦前から沢村のピッチングの軸となっているナンバー4やナンバー7にも苦戦。この聖堂戦、三高の試合に出ているメンバーを確認してみると、右バッター6名、左バッター3名、この左バッター3名はヒットやエラーなども絡み全て出塁しているが、右バッターに関しては誰も出塁していない。左バッターより右バッターの方が左ピッチャーのボールは打席から見やすいので、三高はこの聖堂戦に勝利するためには3名の左バッター以外の右バッター6名誰かの活躍が必須だと思います。今回三高バッターが苦戦しているナンバー9は右バッターに対して外に逃げるボール。三高の右バッターはほとんど6回終了時点でナンバー4とナンバー9の見極めができていない。三高は今大会5回戦で右バッターたちが沢村と同じムービング使い、矢口真田からヒットを打ち勝利に導いている実績があります。今回の聖堂戦もここまで当たりのない右バッターの誰かが勝利に導くヒットを打ってくるのか。聖堂この三高戦、先発の方は本大会からエースへと成り上がった沢村です。ナンバー4、ナンバー7、ナンバー5、ナンバー9、準決勝ではこちらのナンバーズをメインに投げている左ピッチャー。個人的にこの沢村、現在ナンバー4を軸としたピッチングを試合の方でしているので、天久と同じ本格派と思っています。沢村は239話終了時点で6回を投げ、被安打3本、フォアボール0、奪三振4個。沢村はこの試合からナンバー9初披露。このナンバー9のおかげもあり、沢村自身3本指に入るぐらいのピッチングをしていると思います。また沢村の殿下の宝刀ナンバー7は5番佐々木に攻略されてしまいましたが、ナンバー9はまだ誰にも攻略されていない。参考バッターは6回終了時点で攻略する手配がないので、参考バッターでは攻略不可かなと思います。ちなみにヒットの本数は聖堂バッターより少ないですが、参考バッターは聖堂の守備のミスからワンチャンスをものにした。聖堂バッターはこの参考戦、参考先発の天久の前に1番倉持は 3-1、 一牽制し、2番春市は 3-1、 3番白洲は 2-1、 1フォアボール、4番美雪は 3-0、 5番前園は 2-0、 6番東条は 2-1、 7番結城は 2-0、 1番金丸は 2-1、 9番沢村は 1-0、 1ギダ。このように参考バッターとは違い、ヒットの本数が多いことがわかります。倉持は1打席目でセンター前、春市は2打席目でレフト前、白洲は3打席目でライト前、東条は2打席目でレフト前、金丸は1打席目でツーベース。しかし先ほど見ましたが、後続は続かず、フォアボールを含めると6残塁。聖堂バッターはこの試合、三高天久のスライに苦戦。スライの切り替えすぎて、まっすぐと見極めが難しい。そのため三振の方を6個許しています。また聖堂バッターは3回裏と5回裏に天久対策を作中で公開。3回裏ではゾーンで変化するスライダー、時折混ぜてくる緩いカーブ、この2つの変化球に迷わされず、いかに甘いボールを捉えるか、つまり追い込まれるまでライダーも絞る。
5回裏は西道バッターはここまでスライに苦戦していたので、右バッターのみ内寄りのボールを積極的に狙う、こういった作戦を行っていました。ここでのポイントでは240話から始まる夏大準決勝、西道対三高終盤戦はどうなるのか、誰がキーマンになるのかも予想していきます。終盤戦の方は両チームとも3巡目の4番バッターまで進行中、そのため両チームとも5番バッターから始まります。三高5番バッター佐々木は前の打席でレフト前ヒットを打ち先制打っている。ちなみにこの佐々木、沢村のナンバー7攻略、現在三高バッターが苦戦中のナンバー9はまだ打席で見ていない、そのため3打席目で初見になるであろうナンバー9にはどんな対応するのか楽しみです。西道5番バッター前園は佐々木とは違い、ここまで 2-0、 甘い人の前に苦戦、打てる気配がない。なおここから両チームピッチャー面野手面終盤戦での課題をまとめ、キーマンとなる選手も予想していこうと思います。まずはこの試合先行である三高から。この西道戦、三高先発の甘久は自身の弱点の一つでもある立ち上がりをクリアし、6回を投げ無失点ピッチングを披露。この甘久は立ち上がり以外にももう一つ弱点があります。それは終盤戦です。甘久が過去に投げた公式戦を見ていくと、終盤戦は高確率で失点。2年秋対準決勝はこの弱点が原因で敗戦。また直近では今大会5回戦でも8回に同点に追いつかれる失点。不安。そのため三高のピッチャー面の課題は終盤戦を無失点で抑えること。三高はここまで左バッター3名のみチャンスメイクやタイムリー、バッティングでチームに貢献。残り6名の右バッターは無安打、誰一人当たっていない。前のポイントに言いましたが、左バッターよりかは右バッターの方が左ピッチャーのボールは打席から見やすいので、三高はこの西道戦に勝利するためには3名左バッター以外の右バッター6名、誰かの活躍が必須。つまり三高の野手面の課題は右バッター6名、誰かの活躍かなと思います。ここまで見てきたピッチャー面、野手面を参考にして240話から始まる終盤戦、三高のキーマンを予想していきます。三高の終盤戦のキーマンは1番を打つ千丸と予想。千丸はここまで 3-0、 サーマンの前に3択を食らっています。なぜ千丸にしたのか、甘久はこの試合回を重ねることに進化している。そのため甘久の弱点の一つ、終盤戦も立ち上がりのようにクリアしてくる可能性あり。また野手面の課題は右バッター6名、誰かの活躍が必須。千丸は今大会5回戦で沢村と同じムービング使い真田から最終打席で詰まりながらもヒットを打ち勝負強さを見せている。この6名の中では千丸が一番期待大。こういったことを踏まえて1番を打つ千丸にしました。沢村のナンバー9を一番初めに捉え、一塁の頭を越えるライト前。続いて高校の西道。この三高戦、西道先発の沢村は守備のミスもあり失点にしましたが、6回を投げ失点1。沢村は今大会エースとして初めて挑んだ影響か、本来のピッチングができず、初戦となる3回戦では緊張し中降板。2回目の登板となる5回戦は打線の援護もありコールド勝ち。こういったことから沢村は今大会まだ9回を1人で投げ切っていない。これが終盤戦での不安要素かなと思います。西道はこの三高戦、控えの川上が怪我の影響で登板不可、下手したら決勝にも登板不可。決勝のことを考えると、沢村はこの三高戦一人で投げ切った方が決勝戦を万全な状態で臨める。ちなみにこの沢村、夏雨に行われた練習試合では9回を一人で投げ切っている。この三高戦から本来の沢村に戻り始めてきたので問題なし。また沢村が終盤戦で炎上した場合は誰に継投するのかも課題かなと思います。西道バッターはこの試合6回終了時点で三高バッターよりも多くヒットを打っていますが、6残塁、構図が続かない。つまりチャンスの場面での1本が課題かなと思います。西道バッターはこの試合三高甘久のスライに苦戦。4番打つ三木が1打席目でスライの癖でも掴んだような嫌がり方をされていましたが、未だこの伏線は回収されず、2打席目ダブルプレー、3打席目センターフライ。スライには当たるようになったが凡退が続いている。ちなみに西道ベンチには今大会3打数3安打と打率10割、1年生のユイが控えています。有機の台で行われた夏祭は当時1年生の春一が今回のユイのように代打で活躍。準決勝では試合を決める一打、決勝ではチャンスメイク。こういったことからユイをいつ起用するのかも課題かなと思います。ここまで見てきたピッチャー面野手面を参考にして240から始まる終盤戦、西道のキーマンを予想していきます。西道の終盤戦のキーマンは4番打つ三木と予想。三木はここまで 3-0、 マイスターの前に3択を食らっています。なぜ三木にしたのか、理由としては三木の1打席目の伏線、スライの癖も掴んだような描かれ方。この伏線は未だ回収されていないからです。三木は2打席目からスライに当たるようになったが、2打席目はダブルプレー、3打席目はセンターフライ。このように凡退していますが、有機の代の4番有機の夏祭決勝のように徐々に良い当たりに。有機はこの決勝最終打席で鳴宮のウィニングショットを捉え逆転打。三木も最終打席になるであろう4打席目で甘久さんのウィニングショットを捉えるか。こういったことを参考にしてキーマンは三木にしました。以上今回は240話直前特集でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやってますので、フォローの方お待ちしております。